日本一の宝石伝道師、えっちゃんです。先日納品に見えたお客様から、石もすごくいいけれどデザインもいいですね、こういう石がこういうデザインに出来上がるとかいうのを YouTube でやってほしい、実際に私たちはそういう過程も知らないのでと言っていただきました。確かに。そこで今回はこの石がこういう風に考えられてこんなデザインに仕上がってお手元に行くんですよという、宝石だけでなくその宝石と身につける方が思わず笑顔になって生き生きと毎日が暮らせるリアンならではの宝石がさらにその方に合う素敵な製品に仕上げていく工程をご覧に入れます。どうぞワクワクしながらご覧くださいね。元気になりますよ。まずは私はその方が生き生きと輝いていける一生の友となるような宝石をその方のためにお選びします。宝石は皆さん、うわ綺麗、何か違うと第一声何がしかの特別感を感じていただけます。そしてさらにこだわっているのは製品に作る時の工程です。その宝石と持ち主となる方のイメージをきっちりとまとめていきます。石、枠、人が三位一体になり、身につけて自然されど力強い、その思いしかないです。そして地金は鍛造で仕上げます。地金に火入れと叩きを繰り返して一本の延べ棒にしていくことで硬度と質感、プラチナ本来の光沢を引き出していくのです。不純物を飛ばすのでアレルギーの方とかつけていて違うと言ってくださいます。またこの不純物が多いと身につけているリングの周りの指が黒っぽく墨がついたようになりますね。見た目も良くないし体にも良くない感じしますね。地金の光沢ってとっても大事です。そしてデザインはもちろんキャストといって出来上がりのサンプル枠もかなりの数をご用意しています。枠の上に石を乗せると皆さんイメージしやすいですよね。こちらをご覧ください。キャトといってこんな風に立体的にデザインイメージを構成しながら枠を作っていく場合もあります。もちろんデザイナーと細かく打ち合わせしながら一点一点作成していくことも多いです。ちょっとこちらをご覧ください。キャトにしろ手作りにしろ、作りの雑さや話の行き違いで同じ石の枠もこんなに差が出ます。こちらはオレンジサファイアのリングとペンダント、石を外した方が今一つオレンジサファイアが生きてないと外して他のところで作り直していただいたのが石をはめたものです。いかがですか。一見同じように見えますがオレンジサファイアの安定感が違うのは座といってオレンジサファイアが入る枠が合ってなくて石が飛び出たようになってました。中座が合わないと必然的にダイヤの大きさも変わってきます。石の高さも変わります。ペンダントは石が出っ張って身につけた時に不安定ですよね。職人さんにも少しずつこの違いを分かっていただくよう話し合いをしていきます。身につける方がしっくりくるように、そしてこの宝石が笑顔でその身につける方の手や胸元で輝いてくれるように。こちらもご覧ください。グリーンガーネットのペンダントです。同じペンダントとは思えないですよね。地金の仕上げが汚い、爪も石の座も全く合わない。特にこのペンダントは地金の面が広いため粗悪に仕上げのひどさが目立ちますよね。ダメじゃんこれと別のところで作り直していただいたのがグリーンガーネットの石がはまっている方です。横から見てもバランスが取れていて重厚感と安定感がありますよね。オレンジサファイアもグリーンガーネットも本当に綺麗で力強い石です。宝石を伝えるプロがここまでこだわらないとせっかくのいい宝石が台無しになる例です。お二人のお客様には出来上がりまでかなりのお時間いただきました。ごめんなさい。けれど仕上がりがいい方がやはりつけ心地、愛され心地がいいですよね。それとこちらの外した枠のところも最近はかなりスキルアップして綺麗な枠を作っていただけるようになりました。全ては気づきと勉強ですね。そしてこちらはサンゴのルースをリング枠2種類とシンプルなペンダント枠の上に置いてみました。同じサンゴを乗せているのにイメージ全く違いますよね。もちろんお客様の好みにもよります。またその石や枠に乗せた状態で胸元や手元に置くとなんとなくこちらの方がしっくりくるという感覚があります。不思議ですよね。どなたも感じるのです。中にはリングよりペンダントの位置の方が呼吸がしやすいと言われる方とか、リングの方が手から体がだんだん熱くなるという方もあります。信じられないかもしれませんがこれ本当です。はい、こちらはルビーのペンダント、レイシーでエレガントで上品で、このルビーの深くて鮮やかな赤が生き生きと活かせるデザインをとお客様からの要望がありました。素敵ですよね。そしてこちらが同じお客様のミントガーネット、このミントちゃんも美しかった。この石を活かせてあまり大きすぎないようなペンダントに作りたいと言われました。
いいデザインですよね。またこちらご覧ください。お持ちのパライバトルマリン、アレキサンドライト、デマントイドガーネットの特級品の子たちがアルティメットダイヤモンドで取り巻いた豪華な枠なのに、このルビーとミントガーネットのペンダントを一緒に並べても全く遜色ない、いい感じだと褒めていただきました。嬉しかったですね。またこのお客様のカラーダイヤモンドのマンダラは、以前もお話しましたが、一点一点別の日に手元にお嫁に行った子たちがこの形になるって素晴らしすぎますよね。もうカラーダイヤモンドが引き寄せあったとしか考えられないくらい完璧です。ところで、よくご予算の関係上ダイヤモンドを入れるかどうかというご相談があります。こちらは同じデザインで、ミルチといって小さな丸い粒を連続して打刻していく技法なのですが、ヨーロッパとか古くから使われていますよね。アンティークジュエリーとか、こちらのダイヤモンドと風合いというか違いますよね。どちらがいいかご自分の好みにもよりますが、石とデザインとの相性もあります。ただしミルチでしたら上手な職人さんにお願いしないと仕上がりが汚くなります。綺麗に仕上げてくださる職人さんは少ないです。そしてこちらのブラックオパールをキャストのペンダント枠に留めようと思ったのですが、何かが足りないとバチカンといって、チェーンが通るところとブラックオパールの周りのダイヤとの間に明るく輝くイエローダイヤモンドを入れました。これだけでほらペンダントが明るくなりましたね。イエローダイヤモンドは心も体も軽くなります。相乗効果でこの方に元気になっていただきたくて、このイエローダイヤモンドをつけてしまいました。またこちらはバイオレットスターサファイアをリングワークの取り巻きのダイヤのイメージでペンダントに加工、そしてチェーンが通るところにもう一石ダイヤモンドを、すっきりと品がある美しいペンダントになりました。こちらはサファイアにたまたままとまって掘り出して入荷していた美しいダイヤモンドをお星様みたいに配置しました。わけあって星になった方を見送ることになった、身につける方の幸せをイメージしました。ダイヤモンドの生かし方って本当にいろいろな使い方があります。ほんのちょっとの工夫で相性のいい宝石がさらにグレードアップします。はい、こちらは目の覚めるような美しく輝く、色もはっきりした濃いめで明るめの、めったに入手できないデマントイドガーネットが5石揃いました。手にのせてもインパクトがある、綺麗ですよね。このまま縦になんてダイヤのトリロジーみたいでつまらないし、もったいない。せっかくならハート級の美しい小さなダイヤで一石一石を取り巻いちゃおうと、こんな感じでラフ画を描き、ご覧ください、出来上がりました。このデマントイドガーネットのネックレスは、そのお客様の首元で明るく力強くその方を後押ししてくれるだろうなぁと、一点物の宝石に私自身も憧れる究極の一点になりました。喜んでくださいましたよ。はい、こちらはお客様からお電話でちょこっと薬というかお守りとなるお塩みたいなものがあってね、ロケットではなくて花かごみたいな感じでいつも入れていられるような、そんなペンダントを作ってもらえないかしら、プラチナにダイヤでいいのでとオーダーを受けまして、いろんな花かごの写真とかブローチとか検索して考えに考えてデザインして、なんとこちらに、けれどまだ花の中心にダイヤが入っていない、寂しいな、無色のダイヤモンドでは。けれどピンクダイヤモンドでは高くなってしまうしと、ピンクサファイアの小粒できらめき輝きがあって、逆に色の濃さを揃えないで探したところ、出来上がったのがこちら。いい感じですよね。上側からご希望のお守りの粉も入る、あ、もちろんここに入る小さな小さなポリチャック式のビニール袋も探しましたよ。ご満足いただいて嬉しかったです。さあ対策いきましょう。こちら初めて入った小粒のサンタマリアと呼ばれる色が濃い高品質のアクアマリン、デザインを考えてみました。こちらお持ちになっていただいた方の感動はもう嬉しいなんてものではなかったです。もちろんダイヤモンドもかなり美しいものを集めました。ペアシェイプやマーキスという変形のダイヤモンドの質の良いものがなかなか手に入らなくて苦労しました。ボリューム感があるのに肝臓の手作り、つけ心地が半端なく良い、いいリングに仕上がりました。そしてこちらがベニトワイトのラウンドの 0.1 カラットが10石揃いました。しかも色も輝きもぴったり合っていて美しい。せっかくならリングとペンダントのペアにしましょうとデザインを起こし、出来上がったのがこちら。とにかく美しい、ベニトワイトのブルーダイヤにも負けない輝きと美しさ。
また色と輝きの鋭さがぴったり合っているので上品に出来上がりました。すっきり感と存在感が何とも言えない魅力です。さてさて、こちらがお客様が大切にしているトナカイウニオちゃんをペンダントに作りたいとご相談を受け、だいぶ前にご購入したパライバトルマリンをお腹に、レッドスピネルを鼻に、つぶらな黒い瞳も可愛らしく、毛並みも地金で繊細に表現されていて、石が生きるってこういうことを言うのかと思うほど、パライバトルマリンが一段と濃く輝いて綺麗になりました。職人さんがどれだけ気持ちを込めて作ってくださったかを感じる一点です。実際にデザインを起こして作り上げた点数は限りありません。こちらのようにいろいろなデザインでお作りしています。身につけられる方お一人お一人に合う石と合うデザインが絶妙に噛み合っています。だから身につけていても自然で変に目立たないのです。上品で似合っている、身につけている時の自然感、上質感が妙に心地よい。選ぶ石、考えるデザイン、そこにきっちりと設計してくださるデザイナーと、それに応える職人気質のとことん丁寧に作り上げる技術と器量、全てが融合されてこそお気に入りの宝石が出来上がります。シンプルももちろんいいです。ただ少しグレードアップした自分らしさを出したいときはお気軽にご相談ください。宝石選びもデザインを考えるのもプロの仕事ですが、そこにはあなたがあなたらしくその宝石を身につけて微笑んでいらっしゃる姿が思い浮かぶからこそ、最終地点で素晴らしいジュエリーが出来上がるのだと思います。また新しい次なるご自分の発見にもなりますね。宝石の力は無限大。そのデザインもどのようにも対応できます。あなたの人生がどこまでも輝き続けますように。えいちゃんでした。私の初めての著書、宝石の声が聞こえるが発売中です。誰もが心の中に宝石を持っています。人は辛い時、くじけそうになった時、人生のターニングポイントに差し掛かった時、ほんの些細なきっかけや一歩踏み出す勇気でこんなにも劇的に変われるのかという数々の話は全てこれまで体験してきた実話です。あなたは必ず宝石のように輝くことができます。私の渾身の一冊、宝石の声が聞こえる、ぜひご覧ください。